どうもお疲れ様です。暗号通貨の価格を見ていますけども、ビットコインがなんかこう一抜けたって感じですよね。 SEC の訴訟に関しましては、ビットコインはもう早くも証券や債券ではないよという形で認められそうなんじゃないかなというところが価格に反映されていると思います。まあこの勢いで、まあ500万なり600万なりでトントンと行ってしまうんじゃないかなと思いますけども、反対側ではイーサリアムやイリップルとかその他のアルトコインっていうのはまだ裁判長引きそうですよね。まあ価格がリップルなんてのは上がってはいるんですけども、今ね、70円とか73円とかになってますけども、まあこれもね、一時期みたいな90円、100円、もっと言ったら200円前後っていう価格がもう非現実的になってきて、リップルの、まあ今回ね、第1回目の裁判っていうのは6月ぐらいにあったんですけども、そこでもね、まあまあ100円ぐらい出たんですけども、99円とか。まあそこが、まあ、限界値だったかなっていうところです。で、リップルに関しましてはまだまだ、何年も、裁判のね、行方が引き延ばされそうなんで、まあ本当にね、暗号通貨って短期投資で高いボラティリティを狙うっていうものから、だんだんと長期投資になってきたのかなと。いつブレイクするかわからないんで、とりあえず資金を分散して持っておきましょうみたいな形になりましたね。前みたいに一点集中でね、なんかその、ICO が開けたらなんか儲かるみたいな、そんな、怪しい夢と希望はなくなりまして、やっとまともになってきたなってところです。あとはこれがテクニカル的にどのぐらい通用するかってことをつぶさに見ていけばいいんですけども、まあ、おそらくね、テクニカルがほぼ効いてくるんじゃないかなと思いますね、これからはね。はい。ということで、2024年は暗号通貨もテクニカルで攻略できる年になっていくんじゃないかなというふうに思います。それでは、また。